実際にアップルループを使ってどのようにトラックを組み上げていけばいいのかというのをご説明していきます。まず、私の方で簡単なフレーズ作りましたので、ちょっと再生をさせていただきます。こんな簡単な、トラックになります。これ私は一切、キーボードを使ってフレーズだったりというのを打ち込んではおりません。先週 ご紹介させていただきました、ドラマー機能で、ドラムのベーシックな部分を作りまして、その上に、アップルループのベースと、ギター、こちらを使って、このトラックは、作らせていただきました。で、どのようにではアップルループの中からこういったフレーズを選択して作ったかというのをこれからご説明していきます。元の状態に戻させていただきました。この状態でちょっとドラマを再生します。はい、こういったパターンのドラムに、他の、楽器を乗せていこうという、趣旨で進めていきます。で、僕はこのノリにちょっとファンク調の、上物を乗せたいなと思いましたので、そういったものを選択していきたいと思います。で、まずベースですね。このカテゴリーの中からベースを選択します。はい、そうしますと次、右半分ですね、ジャンルが出てきます。で、ちょっと残念ながら、ファンクというのはちょっと出てこないんですけれども、ちょっとこれはもう当たりをつける感じになります。で、ファンク調は、ロックブルースを選択してもらうとその中に、出てきます。出てきました。そしたら、ファンキーポップベースというのを、ではちょっと打ち込んでみたい、入れてみたいと思いますので、はい、で、まあ、ここで、選択するとフレーズを聞くことができます。で、このフレーズを聞きながら選択することもできるんですけれども、ただ、その今、鳴らしましたこのドラムのリズムと合うかどうかは実際に合わせてみないとわからないですよね。なので、この段階では特に、聞き比べをする必要はないと思います。一旦何の番号でも構いませんので、このファンキーポップベースですね、一度、選択して、ドラッグしてしまいましょう。はい、これで、アップルループの、これはミディバージョンですね。で、ミディバージョンの、アップルループを、ドラッグした場合というのは、それに合わせて、先ほどもご説明しましたが、トラックの中に楽器が割り当てられます。これはベースが割り当てられてますね。はい、で、この状態で、再生をしてみましょう。はい、これでもいけそうですが、ちょっと別のフレーズも試してみたい。そういうことであれば、この、ミディデータの、左上、矢印ございますね。こちらをクリックしていただく と、このベースの音色で、他のフレーズを、1から12番、選択することができます。はい、では簡単なものなのは、適当に2番です。はい、フレーズ変わりました。同じくこれも3番にするとどんどん変わっていきます。はい、このように、ドラムを鳴らしながら、ご自身の耳で判断して、好みのフレーズを決めています。はい、これもフレーズを変えていきましょう。このような流れで、ベースのフレーズを、選択をしていきます。で、やはり先ほどもご説明した通り、この中で、フレーズを選択することも可能なんですけれども、実際にも、貼り付けてしまって、その中で、フレーズ違いのものを、こちらで、選択していく方が明らかに早いので、こんな感じで、進めていくのが良いかと思います。では次ギターいきましょう。同じく、ギターの、音色を選びたいということであれば、はい、この中からギターを選択します。で、次に、やはりちょっといきなり違うジャンルの ギターを重ねてしまうと、とんでもないことになってしまいますので、同じようにロックブルースから、ファンクを選んでいきます。はい、ファンキーエレクトリックギターというのがあります。はい、では、これも同じように何番でも構いませんので、
トラックのエリアの中に、入れていきます。はいはい、こんな感じですね。では、再生していきましょう。まあ、基本フレーズはこのままいこうかなと思います。なので同じくこれをコピーします。ちょっとここで切り返してしまうとつまらないかなと思いますので、別の番号を選択してみましょう。4番なんかどうでしょう。はい、こういった流れで、この3番のフレーズを、今回の楽曲のベーシックにしようと思いましたら、次の、1,2 小節目にもこのフレーズを持ってきちゃいます。はい、もう一回来ると、ちょっと締まりますね。この楽曲はこのリズムが基本なんですけど、はい、こんな感じで、ドラマーとループ素材を使って、Apple ループを使っただけで、ここまで作り上げることができます。実際に見ていただいて、お分かりになったと思うんですけれども、私は特に難しいことは何もしておりません。ベーシックになる、リズムパターンをドラマーで作って、それに対して、Apple ループの中から合いそうな、ベースフレーズ、ギターフレーズを選択して貼り付けるだけ。これだけで、楽曲のトラックというのは、作ることができるんですね。アップルループの基本的な操作方法については、ご説明終了となります。でこのアップルループの、さらに突っ込んだ内容応用に関しましては、この動画の後半ですね、Tips コーナーの方で改めてご紹介をさせていただきます。では、冒頭でご説明をさせていただきました、サンプラーというですね、皆さんがおそらくこのロジックの中で一番初めに一番多く使うであろうソフトシンセについてご説明をさせていただきたいと思います。